こんにちは、ナオトです。今日はうちのサロンでも取り扱ってるトリートメント、セレクタープロファイルの説明と実践っていうのをやっていきたいかなと思います。セレクタープロファイル、システムトリートメントですね。最初、髪の内部からどんどん栄養を補給していって、で、最後、表面をきれいにツヤツヤにする。というシステムトリートメント、1剤から、5剤まであります。メインは1剤から4剤で、最後5剤で仕上げるって形なんですけども、そのシステムトリートメントの説明だったりとか、あとは実践を、ご覧ください。この動画は、美容師さん、セレクタープロファイルを使っている美容師さんは、あ、そういった方法とか、そういったおすすめ方法、あとはそういった意味があるんだっていうのをさらに勉強していただけるといいかなっていうのと、お客様にとっては、あ、そういうトリートメントあるんだとか、あとは僕らが実際にやってる作業、実際にやってる工程っていうのを、あ、そういう意味があるんだとか、新しい発見になってくれればいいかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ、やってみましょう。はい、それでは早速、トリートメント、セレクタープロファイルのトリートメントやっていきたいかなと思います。で、こちら、モデルさん、ビフォアですね。まあ、こういう形で少しカラーされてて乾燥してるんで、で、毛先に食いしたがってダメージがちょっとずつ増えてます。これぐらいですね。なので、この開いたところっていうのをしっかりと綺麗に補修する。そして、この中間部から毛触りをすごい良くするっていうのがセレクタープロファイルの特徴なんで、まあ、根元から毛先まで均一なサラサラ感、しっとり感っていうのを作っていきたいかなと思いますので、早速やっていきます。で、最初、施術なんですけども、元にトリートメント、やっぱり日々のシャンプートリートメントで、多少コーティング剤がついてると思うんですけど、そのコーティング剤がついた状態でトリートメントしてしまうと、どうしてもやっぱ入っていかない。外側に膜が張ってるんで、トリートメントの有効成分っていうのが中に入って硬くなるんで、それをしっかりとシャンプーで落としてあげる。クレンジング力のちょっと強めのシャンプーとかを使ってあげて、その皮膜っていうのを一回きれいにしてあげることによって、その後に入ってくるトリートメントっていうのがきれいにどんどん奥に浸透することになるんで、しっかりとシャンプーしていきたいかなと思います。はい、こちらビフォーになります。はい、シャンプー上がりました。まあ、こんな感じで今、コーティング剤、皮膜っていうのをしっかり取ったんですね。やっぱり、櫛が少し引っかかります。で、ここから、セレクタープライムのトリートメントを開始します。で、いきますね。しっかりと、イヤープループと、頸中線で、ブロッキングしてあげることが大事です。で、取ってあげて、まず、で、まあ、順番通り、数字通りに行きます。1、2、3、4、5っていう数字になるんですけど、まず1番、セレクタープライムの1番を髪の毛全体に塗布します。この時に根元はつけないんですけど、根元付近から、これぐらい、結構しっかりとつけてください。で、これをつけることによって、髪の毛の主成分であるケラチン。ケラチンっていうのは、まあ、タンパク質なんですけど、まあ、人間の体は大体タンパク質でできていて、そのタンパク質を分解したものがケラチンになります。で、さらにケラチンを分解するとアミノ酸になるんですけど、そのアミノ酸のうち人間の毛髪に一番含まれているシスチンを非常に高濃度で配合してます。なので人間の髪そのものをどんどん入れ込む健康な髪自体を内部から補修するっていうのがこのセレクタープロファイルの一番の特徴ですね。で、しっかりと塗布してあげたらこうしてで、ちょっと揉み込む感じ。ただつけるだけでももちろん浸透するんですけども、しっかりと手の圧と手の温度を加えてあげることによってよりトリートメント成分には浸透します。こういった形でちゃんと根元付近から裏表としっかりつけます。で、やっぱりそのじゃあケラチンとかタンパク質どうやったらなくなっていくかっていうと、日々のシャンプーでもなくなりますし、紫外線に当たるだけでもなくなりますし、あとはもちろんカラーや縮毛矯正なんかしてるとどんどんなくなります。しっかりと補給してあげることが綺麗な髪を作ることです。で、逆サイドも同様にいきます。こうやって握った時に少し指の間から出るぐらいがいいですね。はい、これで全体的に、1番をつけ終わりました。で、これだけでもかなり毛髪の強度っていうのが上がってます。もうすでに張り越しっていうのが出てきます。さらにこのトリートメントをしっかり芯まで浸透させるためにうちではこれを使います。こちら超音波アイロンっていうケアプロですね。超音波アイロン、別にアイロンって言っても熱くないんですよ。全然手とか挟んでも大丈夫なんですけど、1秒間に100万回振動させることができます。そうすることによって髪の毛の内部までトリートメント成分をさらに叩き込む、しっかりと奥に固めることができます。こちら超音波アイロンなんですけども、ここに例えばトリートメントを入れてで挟むとこんな感じ。トリートメントが一瞬で100万振動することによって細かい粒子となって髪の毛の奥に入れ込まれます。こんな感じでゆっくり髪の毛を通してあげます。
そうするとさっきご覧になったような現象が髪の内部で起きて、より奥底まで有効成分っていうのを届けてくれます。特に傷んでる毛先はゆっくり通してあげてください。はい、こんな感じで左右対称に全部の髪の毛やっていきます。はい、大体これで全体の一剤が終わりました。まあ超音波アイロンはしてもしなくてもあのメニューによって違うんで、一番スタンダードのやつだと超音波アイロンはなしです。で、この後、まあ、番号順に行きます。2番をつけていきます。こちら2番ですね。2剤の、1番の主成分は CMC です。 CMC と3種類のセラミドが配合されてます。 CMC って何ってなったら、あの髪の毛の細胞間脂質っていう、まあ油分、髪の毛のしっとりさっていうのを作ることができます。先ほどの1番で髪の毛の強度だったり張り腰を作った後に、この2番を塗ることによってしなやかさ、しっとりさっていうのを出すことができます。で、セラミドには、水分を蓄え込む性質があるので、髪の毛はみずみずしい毛髪になると思います。で、こちらも根元付近から塗っちゃってください。はい、全体的に2剤をつけ終わりました。で、ちょっとここでこういう形でタッピングしてあげたり、ギュッと揉み込んであげるとより効果的です。で、このまま1剤と2剤が定着するのを助けるために5分間お時間を置きます。で、時間を置く間はそのまま自然で5分間置いてもいいですし、乾をしたりしてもいいです。僕らのサロンではしっかりと温めます。温めることによってキューティクルの間にさらに有効成分が入りやすくなって、で、よりトリートメントが浸透しやすくなります。ローラーボール、乾音機、もしくはドライヤーで5分間温めてあげても大丈夫です。はい、こんな感じで5分間お待ちいただきます。はい、5分間経過しました。で、その次3番でさらに表面をきれいにしていきます。で、3番と3G 2つあるんですけども、これはあの質感に、求める質感によって変えていっていいと思います。僕は比較的あの軽くてサラサラな、すごい動きのある髪質が好きなんで3番で使う場合が多いです。で、3剤なんですけども、天然植物オイルと、あとは加水分解シルク、あとはコラーゲンが入ってます。なんでこちらで表面のキューティクルっていうのを整えるんですけども、これここの根元付近っていうのはあんまりつけなくて大丈夫です。より傷んでる中間から毛先をメインにしっかりと揉み込むようにつけていきます。もうこのつけただけでこの滑らかになるような質感はすごいいいですよ。はい、3剤つけ終わりました。もうすでに髪の毛がツルンツルンしてますね。滑らかになってます。これ最後時間少し置いてもいいですし、あのそのまま流してももちろん構いません。で、僕のおすすめはこう握って入れ込んでタッピング。そうすることによってトリートメントがすごい髪の中で均一にさらになってより効果ができます。で、そのタッピングをより、まあ、タッピングってやっても言ってもパン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 じゃないですか。これをさらにすごくやるのが先ほど出た超音波。要はこれ1秒間に100万振動するんで、ひたすらタッピングしてるのと一緒です。これが一番効果的ですね。中には結構この超音波をご購入されて家でやるトリートメントもこれでやってる人も結構多いです。簡単にできるんで、しかもコードレスだから結構お風呂場とかでも使えてすごい便利です。はい、これで、お席でやるトリートメント工程終了です。この後シャンプー台で最後の仕上げに入るんで、そちらまで行きましょう。じゃあ流します。はい、トリートメントを流す作業中ですね。で、流す時に注意点、かなり濃厚なトリートメント、セレクタープロファイブはあの濃厚なトリートメントになってるんで、しっかりと流すこと。流し漏れがあるとどうしてもあの少し重たい仕上がりになってしまったり、ベタつきの原因になるので、かなりしっかり流してください。この1,2,3 剤もうすでに中には定着してるので、あの流しすぎてなくなるなんてことは一切ありません。なのでしっかりと3剤がしっかりなくなるまで、あの手触りが少しきしむまで流してください。きしんでもこの後の4剤でかなり手触りがツルツルによみがえるんで、これをしっかり流し切らないとどうしてもベタつきの原因になってしまうので、確実に流し切ってください。それぐらい濃厚です。はい、流し終わりました。で、しっかりとまず水気を切ります。
ここでしっかりとギュッと水気を切って、特に毛先の方が水気が残ってるとトリートメント成分浸透しづらくなるんで、しっかりと切ります。はい、この後4剤に入ります。4剤はシャンプー台でそのまま行います。で、先ほど3剤をつけた場所、中間から毛先をメインにしっかりと揉み込んでいきます。で、串を通すんですけども、この時点でもうトリートメント成分がしっかりと浸透してるので、こうやって滑らかな串通りになってます。で、この後さらに有効成分を浸透させるためにチェンジリンスをします。シャンプーボウルにお湯をためて、で、このトリートメントが流れたお湯をかけ流す。こうすることによって浸透しやすい髪になります。なので最後のこの4剤のトリートメントっていうのをしっかりと内側まで浸透させることができるのと、あとは塗布ムラっていうのをなくすことができます。もうかなり滑らかな質感になってます。で、これである程度チェンジリンスが完了したら流して完了です。はい、最後のトリートメントまで上がりました。もう串通りが一瞬で串が通ります。さっき引っかかってたのが嘘みたいです。で、濡れてても分かるこのツヤ感ですね。あとはもうちょっと画面でお伝えできないんですけど、ものすごいしっとり柔らかくなってます。じゃあこれ乾かすんですけども、最後の仕上げですね。5剤セレクタープロファイブの5番を表面メインでうっすらつけます。こちらはあのヒートケラチン、ヒートコラーゲンが入ってるんで、ドライヤーの熱とあとアイロンの熱でしっかりと最後の仕上げをすることができます。ただかなり高濃度なので、つけすぎるとあのかなりベタついた硬さの原因になるんで、少し遠くからこう表面メイン で最後毛先軽く、これぐらいで大丈夫です。しっかりとこれをドライヤーの熱で吸着させます。はい、じゃあ乾かしていきます。はい、プロ終わりました。お疲れ様です。はい、もう完璧、めちゃめちゃツヤと指通りの良さっていうのやってます。すごいサラサラで、なんかよくトリートメントにありがちななんかベタついたあの重さっていうのは全くなくて、こうしっかりと髪の毛一本一本がパラパラパラっと風に吹かれた時とかにあのなびくような、すごい柔らかい質感になってます。で、持続力もかなりあるんで、しっかりとあのツヤ感で出していきます。ブローしただけでもこれぐらいツヤ感はあるんですけど、最後の5剤のヒートケラチンを使うことによってより光っていうのを出すことができるんで、最後ストレートアイロンで綺麗に表面すると熱で反応してよりツヤ感が出てきます。もう軽くでいいです。温度もそんな高くなくていいんで、熱を加えるっていう感じですね。はい、完成です。ちょっと寄ってきてください。この手触りとこのツヤ感ですね。トリートメントのベタつきもなく、こう柔らかい髪質になってます。はい、お疲れ様でした。トリートメント完成しました。どうでしょう、触ってみてください。すごい、先まで全部サラサラで、サラサラいただきました。ありがとうございます。っていうぐらいかなりベタつかずしっとりして、でさらっとあの髪の毛の動きが出せる、これがセレクタープロファイブの、特徴かなと思います。で、ご質問などは、自分のコメント欄もしくは、インスタグラムの DM でいただけるとありがたいです。じゃあ今日はこんな感じでこの動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあまた。